バーカ、お前が遅れたって同じくらい危ねえよ。危ないと思うならさっさと行くぞ。なんつうか、俺も甘いよな。いきなり何の話だ。面倒な奴が増えるだけだ。やめてくれ。好きにしろよ。っていうか、お前は本当にタキコみたいになりたいのか？タキコと自分を比べたってしょうがないだろう。お前はお前なんだからな。してると簡単に足元をすくわれる。どう考えても自由だけど、お前はお前に合った考えを見つければいい。あいつは確かに変に強いところがあるけどな。あいつとお前とじゃ背負っているものが違うんだから、お前らが違うのは当たり前だ。
タキコが背負っているものの方が重いなんて言ってねえよ。タキコを目指すよりはタキコよりすごいマリコを目指せって言ってんだよ。言ってねえか。ああ、いや、俺もよくわかんねえけど、あんまり悩むなよ。ま、身の振り方を考えるのはいいことだと思うぜ。礼を言われるようなことはしてねえよ。この辺りに温泉が湧いてるんじゃないかしら。こっちだな。現金な奴らだな。じゃあ、今日はこの近くで野宿だな。とりあえず風呂に入るか。入るんじゃねえのか？あなたと一緒に入るわけないでしょ？待て、俺が悪かった。ああ、薙刀が錆びるから引っ込めろ。あなたを薙刀の錆にしようかと思っていたところよ。俺はマリコさん。マリコさんは軽率すぎるわ。ああ、今更だな。ウルキを変にからかったりしちゃダメ。
この人何をするかわからないんだからね。お前、俺を何だと思っているんだ。自分の胸に手を当てて聞いてごらんなさい。で、それは今の俺の、男の俺の、どっちの胸に手を当てればいい？バカにして。先にバカにしたのはどっちだっての？どうしたの？誰だ？おい、その声、マリコか？ぐだぐだうるさいな。女の格好していれば問題ないだろ。こっちだって年頃の女の格好しているっての。
まじまじと見て。さては俺の方が胸があるから羨ましいんだろ。ほっとけ。タキコは関係ないだろ。お前にそんなこと話さなきゃいけないんだよ。それこそほっとけっての。関係ないだろ。マリコさんと、ウルキ。タキコ。ごめんなさい。覗くつもりは。ごめんなさい。なんだよ。ったく。ああ、俺はもう少しここで頭を冷やしてる。
何か喋れよ。息が詰まる。無駄なおしゃべりしている間に先に進んだ方がいいんじゃないかしら。喋ったら足が止まるってのか。ずいぶん単純な構造してんだな。どうせ私はあなたみたいに複雑にできていないわよ。わけわかんねえ。何をそんなにツンケンしてんだよ。よく言われるわ。マリコ、なんか言ってやれよ。こいつ朝から機嫌が悪いんだよ。はぁ、頼りにならねえな。私は何も見てないもの。お前いい加減にしろよ。マリコにまで当たることねえだろ。当たってなんかいないわ。それにしても珍しい。ウルキが人のことかばうなんて。本当、二人とも仲がいいのね。まるで私が悪者みたい。はあ。
ゃんとついてこいよ。